ありがとうございました。昼間ライブ配信とかしてるやつに対してコメントしてるやつほぼ確でニート。よろしくお願いします。します。します。いや、あのね、働いてくださいってことです。めちゃめちゃ金持ってる人いるって聞きましたけど、ライブ配信には。いや、そうなんですけど、はい、昼間にコメントしてると大体ニートでしょう。はい。そう、大体ニートでしょうよ。というと、今日なんですけど、はい、ヒカルさんの家に、今日ちょっと今から行くということで。はい、あ、そうですね。はい。で、まあ、行って、まあ、どういう企画かわかんないんですけど、ちょっと呼ばれてまして、行くんですけど、はい、まあ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 、まあ、僕らもドッキリする企画もあったりとか、中で、はい、ちょっともう一個なんかやってきたなと思ってて、はい、普通に行ってもあれなんで、まあ、恒例のですね、ヒカルさんのお蔵入りになった動画買うとか、はい、例えば、あとヒカルさんから企画を買うとか、はい、ああ、そっちいいんじゃないですか。うん。はい、お蔵入りになった動画があったらもらうやん。はい、そういうのやるんですけど、あとはそのヒカルさんの方で、企画会議やんねんけど、これめっちゃおもろいけど、俺のチャンネルじゃないよなっていうのをもらった。あ、ヒカルさんにね。そうそうそう、なんか企画考えてくれってのを100万円でこれ買い取っていこうかなと。ああ、いいっすね、うん、これ思うんですよ。広告収入とかね、ワンチャンヒカルさんのクラスになってくると普通に1本が100万円超えてきますから、はいはいはい、っていうことはヒカルさんの考えた企画でもし同じように僕が広告収入超えてくるんであれば、はい、100万円払ったら全然お釣りが来るわけで、うん、再生数はいくでしょ。はいはいはい、うん、っていうことで、まあ、今回もエクセル君の首取っていこうかなと思います。首か。はい、本当に五条さんがやった時にクワっていう、はい、え、それはもうキープのね。キープする？キープで。キープ使った。あ、いきなり。シュールな終わり方。そうですね。じゃあ行きます。お願いします。いいですか。はい、着きました。久しぶりのヒカルさんですけど、まあこれで撮ったんでね。久々っすね。家来るの僕めっちゃ久々っす。確かに確かに。来るのほんまに。俺これはマサラティやな。セットして以来。あの時。そうそうそう。あの時おらんかったんだ俺。あの時だね。ちょっと今日は皆さん相談で、せっかくなんで画角に写ってもらっていいですか。せっかくなんで企画をね、はい、YouTube の、はい、最近僕 もう結構やらせとかやめちゃって、やらせにできるようなこと自体やめてるんですよ。はいはいはい、そういうのもう企画でそうなってからやっぱ困るってことで、この間も1週間休ませていただいたりとか動画を、はいはいはい、で今も僕ヒカルさんの前で収録とかなんですよ、配信の。まあ、枚数は立ったでしょ。枚数は立ったで企画がないんで、ヒカルさんの方である企画を1個100万円で買い取れないかな。100万ですか。これ直談判です。なるほど、はい、どんなんでもいいんですか。でもなんかバズりさせて選ばさせていただきたいですね、一応。ああ、なるほどなるほど、いいですね、はい、なんかちょっとそういうのないですか。企画ボツだった動画以前もらうっていうのこっちで配信してありましたね。それもいいんですけど、企画上いいねんけど俺らのチャンネルじゃないなってなったらいい企画。ああ、なるほど。そうそう、それは100万の価値あるじゃないですか。あるっすね。別に、はいはい、何再生取りたいですか。再生数の目安です。5555万。結構もうだいぶ刻んでますね。はい、結構って55万って55です。あ、結構結構強い企画じゃない。結構強い。コラボじゃなくてですか。はい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 、はい、で俺前やって言ってたあれやってほしいですよね、ブラックラファエル。あ、やってないでしょ。あ、確かにやってない。あれやってほしいですよね。それで何するかってことですね。ブラックラファエルになってみたところで。そうっすね。で僕がワルブルってことですよ。そうそうそう、はい、悪いラファエルですね、はい、だから本当に敬語一切使わないラファエルで、タメ口ってことですね、全部他の人と絡むんですよ。あー、それは面白いですよ、うん、絶対絶対おもろい。面白さ出るそれ。でもやっぱり俺らとクリエイター力違うよな、うん、そういう意味では、うん、普段敬語しか使わないじゃないですか、うん、で会食とか行って、うん、ちょっとまあモザイクかけた社長は相手にタメ口使ってるってめっちゃ面白いそれシンプルに失礼でしょ。いやいや、そうです、動画なんで、はい、それだから、はい、エンターテインメントとしていつもやってる人にタメ口で話してるってめっちゃおもろいですけどね。タメ口使ってるイメージはないんで。確かにないっすね、まあ、使わないですよね。あとその港区女子とかの動画でも、うん、ブラックライフの場合はタメ口ガンガン行っててみたいな。あー、今後も成敗系の時はブラックライフに行ったりとか。そうっすね。全然ニヤニヤしてますよ。お前やろ、嘘つけ。お前ら嘘つけんねやろ。いやいや、全然ノイズと思ってた。普通に見たいっすよね。あと、うん、で書いたって笑うんちゃう。あいつはほやねん。100万置いていきようとあいつはほやねん。個人的にはなんかラファエルの歌ってみたみたいっすよ。もうふざけ出した。ふざけ出した。55万いきたいんですよ。歌ってみたらありだと。無事にやね。あ、無事にやね。ハワイ探しに行った時のやつ。テルラブ。
相手や。その後藤井フミヤさん動画出たわ俺の。あ、出てましたね、出てましたね。なるほど。ブラックラファイル、まあ面白そうではありますけどね。それこそそれをコントのようにするのはいいと思いますよ。でもやらせとコントって違うじゃないですか。確かにね、うん、コントやったらいいですもんね、はい、ラファさんコント上手いと思う。コント職人ですもん。お前めっちゃ言ってこい。今日って前から思ってました俺。YouTuber で一番コント職人になると思いました。そういう見方。ポジティブな人の取り方みたいな感じだな、ほんまに。まあちょっとテレビというか。そうっすね。だから。いざ目元でブラックラファイル。あ、ブラックラファイル。ブラックラファイル失礼なこと言う。ブラックの仮面仕入れるのと。いや、でも一回買ったみたいな作ってる。あ、でも俺のやつ。俺のやつだな。ダイナマイト。今の。ダイナマイト踊ってみる。ダンダンのいや、なんか身体能力すごい普通にお前のめっちゃおもろい。 XL と一緒にハッピーエディングマイソング踊ってみた。2人で2人で踊ってみたら絶対行くと思うんですよ。ほんまにそれ一発目行きますよ。いや違う、2人に見てないですよ。行くと思いますよ。いやでもちょっと2人のハッピーあのソングのダンスはちょっときついです。いや、そうだね、はい、きついですよ。ちょっともう、あの、二段ついすごそう。ここ笑わないでしょ。ゲームのつまみに、ラベルなんか出してるって見て、ちょっと笑って、携帯の掘り投げてゲームするだけでしょ。10年後の YouTuber みたいなのあったじゃないですか。ああ、あります。あんなってやっぱコントじゃないですか。はい、はい。ああいうの得意なんで、それこそ、まあ、何回も言ってる、寿司の子探してみたとか、とか、なんかそういうコントを俺思うと思いますよ、本当に。あれおもろかった。土の子見つけに行くとか、そう絶対面白いですよ。大クワガタ見つけに行くとか、なんかそれがコントになってたらおもろいと思うんですけどね。ほんまっすか。いや、わかんないですよ。でも結構その寸劇みたいな流行ってるんですよ、 YouTube。 あ、そうっすよ、そうそう、あのなんか役に入りきって野球のやつも伸びてるし、めっちゃバッてるんですよ。100万再生連発してるやつあるんですよ。なんか知らんっすよ、ね、子供と大人の設定でなんかそのコントなんですよ、全部完全に。それがめっちゃバズってるんで、はい、それラボさんやったらワンチャンやばいぐらいヒットするかもしれないですよ。芸人さんの介護官みたいなことでしょ、要は。そうです、そうです、ざっくり言うと、はい、そうです、そうです。だから今度のワンシーンは本当にちゃんとリアルにやるって感じです。だ設定があって、はい、いやちゃんとコントしてる。週刊シリーズバズるじゃないですか、あれ。はいはいはい、はい、あると同じなんですよ、コントですね。やらせるとかじゃないですよね。あると同じなんですよ。それの種類何個作るんですよ。野球シリーズとか、なんかあるんですよ。要はなんか未知の生物発見するシリーズみたいなコントを作っちゃって、うん、はいはい、とか、俺結構俺やばいと思いますよ、それ。ガチ？やってみたら。俺は昔、それこそあの近所の公園で、はい、マックス村井探しに行ったって。確か近所の公園で、確か、まあ、マックス村井じゃない、あのね、その辺のやつの、ガセッテ系のやつおるでしょ。坊主の白髪の、メガネがいた瀬戸康史。瀬戸康史、瀬戸康史、失踪話したでしょ、瀬戸康史一回。あの時に俺だから5年ぐらい前に瀬戸康史を森に探しに行ったそういうコント面白いですけどね。あっちけって再生されるんですよ。なんか分かってるんですよ、おもろいんですよ。コントちょっと目元で。あれ面白くできる人がなんかあんまりいないじゃないですか。エンタのラファさん。ラファさんはできるじゃないですか。本当っすか。ちょっと期待値高いですもんね、ラファさんがやったら。コント、はい、コントやろうか。あのスウェットの上下黒もちょっとデイジーさんでだから、例えば戦隊もののコントとか、はい、面白いと思いますよ、ラファさんがやったりとかしたら。まあ、ちゃんとやんだからね。あ、なんで悪いと思いますよ、ほんとに。マイさん、笑って言ましたよ、完全に笑おうとして。ちゃんと考えて。いや、お前ちゃんと考えてもらって。ブラックラファイルもらいますよ、じゃあ。いや、そのコント一回やってみてください、コント絶対伸びると思うんですよ、俺。だから、集金シリーズ伸びてるってことを考えたら、そういうことでしょ。だって、あんなの動画でおかしいじゃないですか。ヒカルさんで出るんで、あれは。そうまあね、つないだこと。言っても、あんな伸びないと思うんですけどね、普通の動画で。コント自体が伸びてるんですよ、YouTube で伸びてるんで、トレンドなんですよ。だから、ドッキリやってたじゃないですか、はいはいはい、ブームみたいなの来るんですよ、コントブーム、寸劇ブームみたいなの来るんで、それだったらラファさんの仮面かぶってても何の問題もないんですよ。チョコプラさんのがその上位互換みたいなんですね。そう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 、なるほど、そういうことですね。そうそうそう、はい、それだったらちょっとブラックな笑いが入れれるじゃないですか、コントなんで。はいはいはい、それやってみるか。だからその週に1本だけコント出すっていうのありだと思いますけど、ホントやってみるよ。まず一回ブラックラファエルはそれはそれで別で、はい、ブラックラファエルだから近所のスーパーだ、何匹したり、そういうことですね。そう、まあまあまあ、まあ、任せますけど。そういうことなんですか。パクったりとか、そういうことじゃないの。ラブホーから、おじさんと出てきた港区女子のカバンとこが足切り取って、さっそさっそを取って、バーに逃げたりとか、そういうことですね。お前のこれだよ、これって。そうですね。体を見やがって、みたいなことですね。そうです。まあ、普段やってないラファさんを見たいですね。ちょっとおもろいか。マジか。わかんない。やってみる価値あると思うんですけど。あと、見た目が俺、結構インパクトあると思うんですよ。ラファさんが真っ黒でやるっていうのは結構サムネ的にも映えるんじゃないかな。ベース白っすもんね、ラファさんって。
そう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 、ね、それは結構俺は強いと思ってるんですよね。僕はイメージにしても行きましたからね、結構ヒカルさんになったり、金髪したり、あーやっぱだな、ね、それで、そうそれこそ50ぐらい取ったやつ、あれ行きましたね、55万円行くと思うんですけどね、俺は、うん、でそれもらいます。エクセルどう？いいと思います。いや、見てみたいですよ。お前、立ち方キューピーちゃんみたいな感じで。ホルモン。ホルモン、お前、そんなやろ。ほんまにキューピーちゃんはな、ホルモン。そうっすね。じゃあ、もうそういうことっすか。そうっすね。はい、いいっすね。100万は？そうっすね。100万だから。タメ口のやつも。はい、ます。はい、はい、はい。まあ、一回出しがさだと思う。今、それ、今まとまった金がそんなだから、振り込みですよ。そんな。え？今、ないっす。振り込みっすよ。ほんまに。マジっすか？ないっすかね。なんかないっすか？え？ 100 万相当のもんでもいいっすよ。友達買うって、うん、50万ぐらい。あ、まあまあいいっすいいっす、前金、前金、前金で OK です。説明でいいから。よし、じゃあ OK っす。でそれはもう払わなあかんわな。まあそういうことですか。これはほんまにもらってるから、これはもう、はい、OK です、任せます。じゃあ、もう帰ってもらって。結構いろいろ派生できるような、しかもネタじゃないですか、それ確かに、うん、シリーズ化できそうっすもんね。そうそうそう、一番熱いじゃないですか、それが、うん、ずっといきそう、はい、これサムネ、どんなサムネになるんですか、これサムネ。大物 YouTuber ヒカルにから100万で曲買ってみたんですね、タイトル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 、これ受け取ってる感じですか、これ。こういうことじゃないですか、自然な感じなんです。写真の方がいいかもしれないです。サムネ動画、いつも僕らは今動画でそれスクショ撮ってるって感じです。写真の方が綺麗じゃないですか。なんか撮り直すのめんどくさいんですよね、表情とか。あ、静止画だったら何回もやったら、まあ、仮面なんて関係ないと思うんですけど。あとちょっともう一個撮りたいのが、はい、前さんと頂上決戦。え、これ撮りたいんですよ。まあ全然いいですよ。ヒカルさんももちろん すごいですよ、はい、すごいねんけど、もっと上行ってもいいしたいんですよ。昔から言ってるけど、はいはい、行かれへんって言って俺前行きたいと思ってる。なるほどね。あ、その昔から言って、ここが、あ、ヒカルさんがってことね。ヒカルさんがもっと上行ってもいい。前さん本気モード出させていただきたい。それちょっと出てくる。本気モードです、これで。今日頂上決戦でこれですよ。ブラックマイス、ブラックマイス、芝居、ブラックマイス、芝居太郎か。頂上決戦で、はい、もう普通にじゃんけんとかそういうので、うん、もう弁慶殴るとか、どういうそういうビータするとか、しっぺ、しっぺとか、はい、そういうので負けたらもう置いてもらう。なるほどなるほど。負けたら置いてもらう。いいっすよいいっすよ。はい。まずもうブラックマイスだからもうためごっすよ。いいぞ。それで。あれですね、もう一本撮るとこですね。それもう一本撮りたいです。わかりました。いいですか。はい、いいですです。で、この動画はこれでも OK ですか。これも OK です。尺大丈夫ですか。何分？10分すごい。10分って OK なんですか。何分で撮るんですか、いつも。僕ら1時間30分とか最低限30分、20分ぐらいしか短くてます。それどっちがいいんですか、それ。どう思います。俺らはもう短くしてるの、今な。まあ、10分で問題ないっちゃ問題ないですけどね。素材なかったら結構切った時に僕らは埋まってるんで、まあ、ほぼ切らないですかね、僕らの場合で。このパターンだと。じゃあもう別に大丈夫ですよ。お前適当やな。こんな適当な人が持っていくのが適当じゃないですか。じゃあ前さん、ちょっと対決でいいですか、本当に。おお、マジで。マジで、ちょ、マジで、ボコボコしますよ、マジで。ここで切るんですか。ここで切ります。じゃあ、次の動画、ありがとうございました。ありがとうございます。